どういうつもりだ、チェーン。白鵬、2年間すっごくお世話になった。右も左も何の常識もわからない私のためにずっと、尽くしてくれた、本当の父親みたいで。そんなこと父親なんだから当たり前だ。俺が聞きたいのはそうじゃない。なぜ、地球防衛軍に応募した？恩返しだよ。私のこの力で今度は白鵬を支えてあげたいんだ。娘として当たり前の考えだと思うけど。誰も望んでねえ。俺はそんなこと。白鵬、約束する。選抜合格できなかったら辞退する。才能と実力がない人が白鵬の側近にいても迷惑なだけだからね。俺は、お前がいるだけで迷惑だ。そして私は4年前、14歳で地球防衛軍に応募した。地球防衛軍の合格方法は単純で、受験者の中で100人以内に残ればいい。そしてその合格者の中の上位3名は選抜組合格として防衛軍内でも出世組として重宝される。私はそれを狙い、見事、上位3名に入ることができ、選抜組に入ることができた。いざ地球防衛軍に入ってわかった。白鵬本当にすごい。まさか世界一強いなんて。それに同期のバハートちゃんがまさかビリアン隊長と天の井隊長を倒して、13歳という若さで隊長にスピード出世。すごいな。そう、こんなことなら私も大会に出ればよかったー。ここで実力と功績を出せば舞台内で注目されて出世できるんだ。今のところそれが一番早い出世だね。来年、出世してやる。それまでに仕事の功績と実力を磨くんだ。そうして第2回 WCG、本戦1回戦で当時第6部隊副隊長だったアラン副隊長を倒し、2回戦前年度ベスト8だった第3部隊副隊長のラディウス副隊長を撃破し、ベスト8に入った。そこで両隊長に負けたのは痛手だったかな。正直、天の井隊長と指揮隊長ならまだ戦えてたかもしれなかったけど。よし、もっと勝ち上がりたかったけど、結果的に上からの推薦で副隊長に任命された。舞台はまだ知らされてないけど。地球防衛軍に入る前から自立して、別居になってから白鵬とは話していないな。チェーン、副隊長就任おめでとう。今日からあなたは私と同じ第5部隊の副隊長よ。バハート隊長、なら私の直属の上司は同期のバハートになるんだね。そうだね、お互い経験の浅い二人だけどしっかり頑張っていきましょう。第5部隊か、やっぱり第1部隊には行けなかったか。それじゃあ部隊案内お願いします。今まで第2部隊に所属してたから仕事内容わからなくて。ふふ、わかった。それじゃあついてきて。こうして私の副隊長としての生活が始まった。これで白鵬に近づけたって心の底から喜んだ。だけど、私は1年と経たないうちにこの部隊を離れることとなる。原因は敵味方の差別の大量虐殺による重度の精神病。キリ。まだ何か仕掛けてくるつもりか、いつでも反物質で反撃できるようにしておかないと。白鵬あれ使うんだね。白は時空支配も脅威だけど、それ以上に自然支配がすごく脅威。なぜなら時空支配の空間支配を自然支配と複合してくるから、いわば一定の空間は白の独壇場となる。あとは白ちゃんがあの反物質を理解した時点でチェーンちゃんの敗北は確実。時間との勝負だね。なに、気配が全く感じれなくなった。神格解放。ようこそ、白銀帝王竜の世界へ。この世界に存在するのは全て私に支配されて白銀の霞となった物質だけ。わかりやすく言うと、私から作り出された私にしか扱えない白銀の世界。反物質も私の世界に取り込まれて私の物質に染まるか、染まる前に私の世界を破壊するか、支配者の戦いをしようよ。銀座。危ない、一体どこからあんな衝撃波が。考えたね、衝撃波は別に物質じゃない、いわばエネルギーだけをぶつけに来てる。確かにこれなら反物質は意味をなさない。しかもこの霧、考えたわね、霧ということは密度の高い物質が漂っている。それと反物質をぶつけたら粉塵爆発のような大規模な大爆発が起きる。それはさすがの私でも防げない。普段なら大気中の酸素物質をうまく配合して火力調整するけど、本来これはそれら以外の条件が含まれると安易に使えない。なぜなら質量の多さで反物質の威力が決まるから。さっきの月下戦士みたいに全部計算できればいいんだけど。今一瞬空気の流れがおかしかった。さっきから気味が悪い。何このどこからでも見られている感じ。幻惑系、そんな小規模なものじゃないよ。反射神経もいいんだね。まさか声かけてすぐに攻撃方向を理解してかわすなんて。どうも、それにしても幻惑じゃないとなると、この霧自体に何かあるってことかな。こんな霧自体は大したことないよ。ただ私から生み出された物質のせいで今まで感じていた感覚は当てにならないけどね。それがこの霧の正体、いわば白選手だけの反物質みたいなものか。このままだと私も反物質を使えないまま、一方的にやられる。もう躊躇してる暇はないんだ。使う。地下。予選では不可
こまでの代物か。今は3つ目の策、ここでどこまで追い込めるかで勝敗が決まるんだ。絶対に負けるわけにはいかない。そんな、なんでみんな液体になっちゃったの。チェイン、早くサングラスをして、みんな死んでる。そんな、こえてやる。ずっと立ち止まってばかりじゃダメなんだ。やつかこらえ、私の視界を超えた。最悪だ、能力の熟練度も相手の方が上だ。でも半物質で私が溶けないあたり、それなりに治癒はされてるみたい。必要のない物質はすぐに消されてしまうけど、まだ暴かないと。バハ、半物質の営業か。早く決着を決めないと私が先に終わる。気持ちが鈍ってるよ。すごく強かったよ。でもどんなに強くても私は負けない。勝つためなら、自分のことなんてどうだっていい。勝たないと、結果を出さないと認められないんだから。今回の隊長会議でお前を第5部隊から第1部隊の副隊長に異動になった。業務内容を教えるから数日は残れ、いいな。はい。俺はお前が大っ嫌いだ。肝に銘じておけ、余計なことはするな。そのために俺の監視下に置いたんだからな。ごめんな。はい。一番認めてもらいたい人に失望された、嫌われた。原因になった任務、悪心症討伐任務に私とバハート隊長、その他の隊員は住人の避難を行っていた。その時に私と悪心症が対峙した時、私の目の能力を抑えていたメガネが壊れてしまった。そこから、私が寝た悪心症は泥のように溶け、困惑した私は慌てて周りを見渡して視界に人や建物が入り、それが近づくたびに全て同じように溶かしていった。住人、隊員に被害を生んでしまった。そこから数ヶ月医者から重度の精神病と診断され、数ヶ月間部屋に引きこもる生活が続いた。最終的には時間をかけて、病気を治して、失った信頼を取り戻す努力をしようと決心してから今の私になる。だけど何度自分の目を潰そうかと考えたか、だけどそれでは意味がないと何度目を潰そうとする手を止めたか数えきれない。結果を出さないとダメなんだ。仕事で実績を作って、実力を目に見える形で残して、そして発行に認めてもらうんだ。誰だって強い思いがあるのは知ってる。だけど私だってそれに負けない目的があるんだ。こんなところで立ち止まってる場合じゃないんだよ。絶対に妥協はしないよ。やつかこらえ、たまには。な、勝負を、決める。策が最後の手段に入りました。さっき言ってた4つの策ってやつか。はい、1つ目の策は、時を止めて初手で倒す。ですがこれは相手の半物質使いに加えて相当な熟練者。ここで勝てる可能性は少ないと伝えています。2つ目は空間支配による質量勝負かしら。はい、膨大な質量を相手にぶつけてその際に生まれる衝撃波でダメージを与える、という内容でした。実質それも相手の方が上手だった。それで次の作戦は、次は核の自然と空間支配で相手の半物質封じ、もしくは目を使わせて消耗させることでした。結果、核の能力が押し負け、近接でやられた。全部核が負けてる。ですが目を使わせて激しく消耗させることに成功しました。そこで最後の作戦です。最後の策は、自分の結果へ来たのになで全員を隔離して半物質を消耗させて倒す。これは前年度の全員の敗退のデータから半物質には使用限度があるって分かっていたからできた策。すごいよ、これは私が全てにおいてチェインさんに負けた時の最後の策。だからこそ敬意を持って、あなたの消耗にかけた、卑怯と呼ばれてもいい。それでも私は勝ちたいんだ。でも一度、たまには、は破壊されている。私の能力が勝つか、チェインさんの能力が勝つか、最後の勝負だよ。耐えろ、チェイン。半物質の消耗を狙ってくるとは思ってたけど、まさかこのタイミングで。しかもこの空間、余計な物質を全て排除している。私の半物質の火力封じか。打つ手が、ない。また諦めるの。また失望させるの。また嫌われるの。また迷惑をかけるの。また辛い顔をさせるの。また不幸にさせるの。嫌だ、もう嫌われたくない。失望させたくない。こっちを振り向いてほしい。お願い発行。私を見て、私を認めて、私を褒めて。あの時助けてくれた恩返しをさせてよ。復帰させてよ。私がいてよかったって思ってよ。だから、もう負けないんだ。壁を越えろ、自分が望む先に行きたいなら。うわぁ、絶対に負けるか、もう絶望されたくないんだ、愛されたいんだ、だからこんなところで試してられるかぁ。チェイン、あの子、初めて見る。チェインがあれほどまで感情をむき出しにしてるのは。ダメだ、
離れるな。まだ余力は残ってる。全部出せ。出し切れ。全開。視線が真っ赤だ。視野ね、いろんなところから血が出てるのがわかる。やっぱりダメだった。ここまでやったのに。ごめんね、みんな、ごめんね、発光。私はまだみんなに認められる存在にはなれないみたい。半物質の限界点に達したみたいだね。油断するな、相手が倒れて気を失うまでは終わってないんだ。私だってケインさんに負けないくらいの思いがある。だからこそ絶対に譲れないし譲らない。ダメだ、もう。諦めるな、チェイン。諦めるな、立てチェイン、立ち上がれ。う、発光、大好き。あなたが私のお父さんで本当によかった。はぁよし、こうした。ふぅ、四つ目の柵が突破された。まだよ、まだケインさんの一部しか出てないから目の効果は受けてない。ケインさんの余力次第ですね。カツ、ハク、お前が一番頑張ってきたんだろう。頑張れ、ハクー。カツ、チェイン。カツ、ハク。聞こえたよ、絶対に勝つ。最後だ。最後だ、足も動かない。もう受け止めるしかない。ジグ、自然は負けた。だけどまだ試していなかった最後の能力、混沌支配。全てをこの剣に集中。もう全部を一点にかけて挑め。自然混沌支配。帰りゾーン。私の勝ちだよ。はは、最後に半物質まで攻略されたか。負けたよ。あなたの勝ちだ。終了。最後の決戦を制したのは白禅宗。一回戦第四試合勝者、白禅宗。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。